combat zone, the target for you to drop bombs are Alpha, Victor, CBS, Sony, Toshiba, EMI, Columbia, Crown, Polydor, Canyon, RVC, Wana, Pioneer, King, Japan, Polista, Disco May, Trio, Takuma, Kitty, SMS, Polygram, Pass, 4Life, Epic, Sony. And may I repeat your mission? Bomb all these and destroy them. Bomb all these and destroy them. Over. The spaceship champion is about to be on a glorious voyage. Everything set, everything on the go, continuing the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
隣にお父さんがいるんだから。4番ファーストイブ。さあいよいよ9回の裏2アウト、得点は依然として0対0です。このままいきますと延長戦にもつれ込みます。いよいよ最後のバッター4番イブの登場です。これは大変な見物になりましたね。ファン待望です。小林君対イブ君、因縁の顔合わせ。そうですね、桑原さん。はい、2人とも今シーズンは絶好調です。これはもう実に楽しみな対決ですね。現在小林はノーヒットノーランで相手打線をピタリと抑えております。私はね、小林君の腰の肉付きを見ればよくわかるんですが、全く休養十分、低めにビシビシ今日は決まってますね。そうですね、川原さん。はい。さあ対するイブは百戦錬磨の4番バッター。もちろんここで一発大きいのが出ますとこの試合が決定するというわけです。川原さん、今日ノーヒットのイブですが、ここで一発出るかどうかですね。はい、特にね、はい、彼のバットを注目してください。素人の皆さんには分かりづらいかも分かりませんが、はい、少し曲がってるんですね、はい、彼はこの曲がり方が気に入って、はい、もう4年も使ってるんです。そうですね、川原さん。はい。その愛着あるバットを握りしめて構えに入るバッターイブ。いよいよピッチャー小林振りかぶって第1球投げました。ボール。すっぽく抜けましたね。これは若いから力みすぎるんですね。そうですね、川原さん。はい。完全なボールでした。ピッチャー小林、キャッチャーのサインを慎重に伺ってうなずいた。第2球投げました。おっと、これも大きく外れたボール。これはわざと外しましたね。そうですね、川原さん。はい。さあここはちょっと苦しくなったピッチャー小林ですが、どういう球を投げたいでしょうね。やっぱり小林君のあの癖球をアウトコース低めにビシッと決めることですね。そうですね、川原さん。はい。おっと、バッターちょっと外しました。ここは緊張する場面です。ヘルメットをかぶり直しております。さあ足の位置がピタリと決まってバッター構えた。小林振りかぶって第3球投げた。大きな空振り。僕も焦りましたね。ボールから目が離れてます。そうですね、川原さん。はい。イブらしからぬ大きな空振りでした。さあカウントワンストライクツーボール。ピッチャー第4球振りかぶって投げた。打ちました。おっと、これは平凡なセカンドゴロだ。セカンド腰を落とした。おっと、弾いた。ボールは点々とライト方面へ。ランナーファーストを回ってセカンドへ向かう。ランナーライト懸命に前進して球を掴んだ。セカンドへ投球。これ球を取ったらしっかりと握って投げないとダメですね。そうですね、川原さん。はい。さあここにランナー2塁から3塁、センター懸命に球を掴んでサードへ返球。いい球が返ってきた。おっと、3塁球を弾いた。大変なことになりました。ランナーホームへ突っ込む。間に合った。球に入った。レフト懸命に球を掴んでバックアウト。キャッチャー球を取った。ランナー1塁と間に合った。展開したね。はい、これぞベースボール。いい試合を見せてもらいました。そうですね、川原さん。あ あ, あーやばい、電車終わっちゃった。どうしようか。私さっきから気分が悪いの。どこかで横になりたいわ。気分はもうとっくにホテルだけど、やっぱりラブホテルはやめにしたい。そんなクリスタルなあなたに、ホテルニューコシナヤ。ねえあなた、俺疲れてんだよ。おいで、洗いて。ありきたりの生活に飽き飽きした。人生に変化を求めたい。そんなナイスミドルのあなたに、ホテルニューコシナヤ。美智子くん、ここ良さそうじゃないか。ここにしようよ。 ね先生、誰か来ました。急いで離れなさい。このままでは社会的地位がダメになる。だけど
できれば内緒で続けたい、そんなオーディナリーピープルのあなたに、ホテルニューコシナや愛を育むゴージャスな雰囲気、あなたを安心させるリーズナブルなお値段、ホテルニューコシナや2人をその気にさせる数々のアイディア、ホテルニューコシナや人目につかない完璧な出入り口、ホテルニューコシナや80年代のファッショナブルナイトライフは、ホテルニューコシナや Let's enjoy make love、 空いててよかった、グリコロコロ、いい気持ち、お池にはまってさ、いい気持ち、土壌が出てきて、いい気持ち、坊ちゃん一緒に遊びましょう、どんぐりコロコロ、いい気持ち、しばらく一緒に遊んだぞ、やっぱりお山がこっちに来た、いい気持ち、泣いては土壌を困らせた、そういえばそろそろ大人の時間ね、踊ろうか、最近あなた愛してるって言ってくれないわ、分かってるくせに、あなた変わったわね、髪切ったの、気に入って、素敵だろ、ごめんなさい、君に踏まれた足は幸せだ、お上手ね、ごめんなさい、また踏んでしまったわ僕の足は君を愛してるんだね、素敵な言葉、お上手ごめんなさい今のはちょっときつかったね、この歌やったね、まあ冗談がお好きね、私はこれくらいしか、そんなやり方じゃないでしょ、このくらいやったでしょ、よっしゃよ、私はこのくらいしか、そんなことじゃないだろ、このくらいやってんだろ、よっしゃっても私はこれぐらいだと、貴様それでも女か、何言ってんの、あんたそれでも女、皆さんお元気でいらっしゃいますか、世界平和をあなたと共に考える愛と誠のレポーター崎坂です。私は今皆さんよくご存知のあの戦場に来ております。ご覧のようにたくさんの方々が戦っていらっしゃいます。ある人たちは傷つき、ある人たちは怯え、そしてある人たちは死んでいくと、まあそういったよくある光景が繰り広げられております。私も正直言ってこの恐ろしさを隠し通せることはできません。世界に平和を、人類に明るい未来を、といったところで早速インタビューに移りたいと思います。それではあちらに
今ちょうど玉に当たった方がいらっしゃいますので早速インタビューしてみましょう。お元気ですか？失礼いたしました。今ちょうど息を引き取られました。あー！しまった！またあちらに玉に当たられた方がいらっしゃいますので早速インタビューしてみましょう。痛いですか？このぐらいの傷は大丈夫です。はい、戦争お好きでいらっしゃいますか？そうですね、まあケースバイケースじゃないかと思ってさ。なるほど。死ぬのは怖いですか？はい、はい、よくわかります。すいません、ちょっとすいません、あちらのテレビカメラの方を向いていただけますか？はい、皆さんご覧になっております。何かおっしゃってください。そうですね、美智子さん、手紙届きましたか？いつも君の写真を胸に伝えて戦っています。待っててください。はいはい、その他にはどうぞ。お母さん、いつも心配かけてごめんなさい。お母さんの作ってくれたカレーライスが忘れられません。うちに帰って。はいはい、その他はどうぞ。ありがとうございました。といったところでお別れの時間です。世界平和をあなたと共に考える、愛と誠のレポーターさきさかがお伝えしました。世界に平和を、人類に明るい未来を。ごきげんよう、さようなら。 Love and peaceLove and peace. Love and peace.